次は周辺光センサーと近接センサーを2つ解説したいと思いますまず周辺光センサーからいきますけどこれライトセンサーって書いてありますけどこれが周辺光センサーね明るさを計測するセンサーですセンサーがねえーっとわかるかなこの辺についてるんですよこの辺にとにかく この辺についててライトセンサーをですねこういうふうに塞ぐとゼロルックスになりますよねここはこういうふうに明るさを測るセンサーですこれは何のためのセンサーかというと画面の明るさを自動調整すす。るるためのセンサーです明るい野外では画面の輝度を上げて読みづらくないようにしたり夜は眩しくならないように輝度を下げるとかそういうことを自動的にやってくれるんですよね やっぱりその方が画面見やすいので便利です次はプロキシミティセンサーです日本語に訳すと近接センサーというものですね何かの物体が液晶面に近づいているかどうかを検出するセンサーですこののスマホの場合 周辺光センサーの隣についているんですけれどもこの辺にありますと生データはこれ距離で出てますよね1 0 0チと実際の値は2つの値しか取らないですこれは3ンチか1 0 0チ。二2つの値しか取りませんこういうふうにセンサーを塞ぐと3ンチ離すと1 0 0チとこういうふうになってますまあなのでこれ要するに3ンチ以内なのかそれより離れているかと その2つだけを識別している感じですねこの近接センサーがないと非常に不便です電話しようと思って画面を顔につけると液晶が誤動作してしまうんですよね近接センサーがついていないタブレットを使ったことがあるんですけれどもめちゃめちゃ不便でしたからね <laughs> まあ あのタブレットで電話を使ったわけではないんですけれども結構自分ボイスレコーダーを使おうとして電話風に顔につけると勝手にボタンが押されちゃったりして全く使い物にならなかったですね。 テレビ電話をしている感じで正面に持って、えー、スマホに話しかけるとそういうふうにやらないとダメでしたね。まあとにかくそういう不便を解消するためのセンサーで顔が近づいてきたなと検知したらタッチを無効にするとそういう制御をしております。